はい、皆さんこんにちは、直道です。ね、ちょこっとランドっていう作品を、まあ、やっていきたいと思います。まあ、なんだこの。ヘアスタイルとかいろんなもんもろもろの、召喚おお。とりあえず。ペットショップ探すか。あったペットショップあった。チョコボーロ、あれ、あ、最初からレベル40なのね、こいつ。
まあ、ストーリークリフトの方を、まあ、とりあえず始めてみようかなと思うんで、まあ、とりあえずここから。で、これでね、景品いらっしゃいませ。装備で、ありがとうございました。あれ？今どれくらいある？ありがとうございました。じゃあしょうがない、これ集めよう。これクエストで、おっと、いけねえ。あ、まあさっきから後ろで聞こえてたのは、まあ、テレビつけてたんで、まあご存知ね。はい、ね、深夜番組です。はい、
結局何のあれだったのか。すげえなんか借りまくってたんだけど、なんかこんなに必要あんのかっていうぐらいなんか借りまくってたな。こうやってたまにいないこともあるのね。こいつすげえ。勝手に攻撃してくれるからね。まあ楽でいいよね。俺ペットマイスター目指そうかな、これ。優先やっつけてやるって。あーなんか眠れそう。おやすみ。寝るな。あーなんか主を倒せっていうのが出てきた。
スロットガンダーなんか。リカバリン WS。あ、これは楽でいいな。これ座ってるだけでいいや。
なんか気づいたら終わってた。クエストの内容なんだっけこれ。これなんかすげえ忘れそうになっちゃうんだよね。
盗賊を探して倒すっていうことだね。だからその盗賊が見つかんないから困ってんだよな。どこにおんねん。これどこにいるかわかんないよこれ。こういうとこに隠れてたりしないか。あ、最初の地点に戻ってきはしたけど、なんかいる。意外と近かったね、これ。モリコですね。セットの効果が発動。
なんだよ、ま、先に行って倒してくれてもよかったじゃねえかよ、そっちに一緒にいるんだったら。なんだよ。なんで前先に行ってんだよ、お前。ベルザーク倒してくれてなかったじゃねえかよ。グランガンのため、なるほど。初心者シートと初級者シートなんて。チョコットランドを始めたばかりの初心者のシート。ああ、なるほど。で、これガチャと。自己評価よ。
あー、はい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 。基本的にはこれ。ああ、こいつは楽でいいな。これだから下手するとこれだから。
これだからモンスターに近づけさせておくだけで勝手に攻撃してくれるんだから。なんとなく分かったな、これ。これ、これ。
あああ、これクエストか。いや、もうクエスト後でいいや。もやばいね。やろうともやっちまえって。もうこれ結構なんかいい感じに、すげえ楽な感じで進んでるよこれ。だって普通ね、こんなつまんないですね。早いなこれ。もうめちゃくちゃ早いこれ。ってこれね。あ、ほんとやばいこれ。転職し終わったんだけどね、これも。
いや、自身はだから何も振らなくてもいいってことだね。だからいつの間にか終わってたっていう感じだよね。いや、素敵ね。明治について、の前に入った まあ、ペットライザーやるって決めたの俺だけど、景品で極限まで強化するかな。あ、間違えた。これか。こうだ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。これで、あ、やべえ。あー、3つ不足してるな。っていうことで、動画外でこれは集めておきます。